はい、こんにちは、勝又博物館です。今日はこちら、ドン、仮面ライダー色紙 ART。 もう ART って聞いちゃうとね、もうスロパチンカスとかスロカスからしたら ART ってもう本当にアシストリプレイタイムだと思っちゃうけど、 ART って何のあれなんでしょうね。でもこのシリーズ大体 ART って書いてありますよね。あれもドラゴンボールのこれとかも、1枚300円、これまあ一応食玩でございます。ラムネ菓子入りということで、ガムじゃないんですね。なんかガムっぽかったけどラムネ菓子なんですね。全16種類で、ワンボックス10枚入りなんですけど、8枚、もう2枚買われておりました。ということでこちらを開けていきたいと思います。順番とかだからバラバラでございますので、8枚開けます。白押し仕様もあるみたい。じゃあレアじゃん、白押しめっちゃいいじゃん。白押しはダブル、ファイズ、リュウキ、クーガ、ここに書いてありますけども。で上の方、牧祭画風コレクション、劇画風コレクションと2種類あります。俺が欲しいのは、クーガ、リュウキ、ファイズ、ダブル、全部劇画風全部開けましょう。これはどうやって開けるのがいいのかな。こうじゃない方がいいみたい、こっちかな、開けるとしたら。多分大体これ、絶対これは皆さんやめましょう。これ普通にこうやって開けた方がいい。正直このパッケージすごいかっこいいからさ、パッケージも取っときたいなと思っちゃうんだけど。せーの、はい、ゲイツ、ミオコイン、ゲイツ。あ、すごい、本当に色紙だ、ほら、すごい、いいね。これだってこうやってね、タレントさんに直接サインくださいって言って、あの役者さんにもらえたら絶対いいと思う。これすごいわ。これなんかなるとかなのかな、何もなんないよね。なんか携帯でなんかなるとかじゃないのかな。なんで ART って言うんだろう。 2バック目、裏で入ってるんですね。この向きで向くと何が出るかな。お、クーガじゃね、違う、クローズマグマだ、クローズマグマ。なかなか出ないね、レア、レア、レアなのかどうか分からんけど、白押し仕様だから一応レアだろうね。3パック目。お、あ、お、白押しじゃね、あ、一緒、違うよね。お、クーガアルティメット、すげえ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 、めっちゃかっけえ、めちゃくちゃかっけえ。白押しがいいし、マークも白押し。これ正直これ開けたくないよね。まあ動画のためにお見せしますけども、すげえ、これすごいよ、ほらかっこいい。よかった出て、クーガーちゃんとしまいます。スリーブだよね、もうこれスリーブ。かぶらなさそうだね、どうやら今んとこ。先にラムネをぶっ飛ばして、4パック目、ハークをし、ハークをし、はなんかまた赤っぽいけど。お、ゴース、ゴー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 スト、いいじゃん、ゴールゴールゴール、すごい、今上がった。これね、下にマーク、それぞれのマークですね。ゴースト、クローズマグマ、ゲイツで、クーガは箱押しなので、その赤いマークじゃなくてこの箱押しでマーク、これがついてると。いいじゃん。さあ半分折り返し地点、ジオあたり欲しいけどね、一番メインどころ。よく考えたね、これ。ほんと
対象年齢やっぱね15歳以上で、やっぱり15歳以上子供は買っちゃいけない、対象年齢は15歳以上、買っちゃいけないわけじゃないけど、バンダイが対象としている年齢は15歳以上というね。お、箱押しじゃね、箱押しだ、来た、なんだなんだ、ルーキー、これ一番かっけー、やべえ、これすげえかっけー、これすげえかっけーじゃん、いやーこれやば、上がる、もう CSM に先駆けてこんな素晴らしいサバイブを持ってきてくれましたか。これ後でちゃんと広げてみせますけど、これすごいぞ、たまりませんね、これ唾飛んじゃうよこれ、本当にかっけー、これやーべーぞ、すごい、こんなにすごいもんだと思わなかったです、正直。期待値ちょっと自分の中でこれ低かった方なので、このまあ300円だし言って高えじゃんと思ってたけど、そんなことない、さすが対象年齢15歳以上、大人向けにできております、その当時のね。お、なんだ、お、なんだろうこれ、全然わかんない、わかんねえな。あとオーズ、ウィザード、ドライブ、ゲーム、ビルド、エグゼイド、無敵、ガイム、オレンジ、フォーゼ、ガイム、あ、ウィザードフレームスタイルでございました。ウィザード、ちょうどいいね、ちょうどウィザード、来週楽しみ、来週だよね、日曜日はもう週またいでるからね。さああと2枚、かぶらないね、白押し2枚出たのは嬉しい。お、違う、あ、ジオだ、えー、ジオいいね、これあれだね、ゲイツと逆向き、ほら殴ってるっていうか、まあこっち殴ってないですけど、こっち側から殴ろうとしますが、向きがいいね、相対すごい。ラスト、もう白押しは出なさそうだね、だって4種類じゃん、もう2枚出てるから。っていうかここに見えてない2枚が出たってのがすごい嬉しい。これファイズともダブル見えてるからさ、出たらあーって思うけど、リュウキとさクーが出てないから、じゃああと1枚はね、エグゼイドかガイムが欲しいです。いきます。お、無敵じゃね、これ、ここにいる無敵っぽいけど、無敵、やっぱ分かってるとねこうなっちゃうんすよ、反応が素晴らしい。ちょっと見てみましょう。はい、それでは改めて確認していきたいと思います。種類はこのような感じですね、ジオー、ゲイツ、ビルド、ラビタンで、クローズマグマ、エグゼードの無敵、ゲーム、ゾンビゲーマー、レベル10、ゴースト、俺魂、ドライブ、タイプスピード、ガイム、オレンジアームズ、ウィザード、フレームスタイル、フォーゼ、コズミックステイツ、オーズ、タトバーコンボ。なんだエグゼード、俺普通のあれだと思った、レベル2これかと思った、これかと思ったけど無敵だけだったんだね。そして劇画風の、まあ、コレクションはこの4種類で、うち2枚がちゃんと出ましたということで、こちらになっております。無敵、無敵、いや無敵、これゲーム、あれです、ゲームじゃない、エグゼイドの幕ですね。で仮面、これがほんとこの2枚がこうやってね合わさるのがいいですよね、牧祭って感じがしますよね、ほんとに。でフレームスタイル、いいね、フリーズ、ヒー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 、並べて置こう、きれい、よし。そしてこの前にこっち行こう、
ちょっとなんか俺燃える系が多いね。赤系が多くない？なんか赤とかオレンジ系が。いいね、似合ってるね、ここら辺。牧祭が。ゴーストもいいです、本当に。この罠感じがね、すごい。さあ、そして、こちらですよ。クーガー。マスクドライダー、クーガー。最後これです。龍騎 VS ナイト、これはもう興奮間違いなしの1枚ですね。正直この2枚エクストリームと、まあ騎馬さんとね、このねタックンのこれもすごい熱いんですけど、これの1枚はやっぱすごい衝撃でしたね、まあ、見えてないっていうのがねすごい良かったですね、僕の中で。うん、こっちにもね、タトバとゲイツとかはか、あ、あった、ここにあった。でも、わかりづらい、やっぱモノクロだとね。そう考えると、クーガが一番じゃあいいじゃんってなるけど。でも、どっちも出したのがね、すごい良かったです。はい、ということで、今日は仮面ライダー、色紙 ART、時の王者生誕。ぜひ皆さんもね、食品売り場、食玩売り場にね、あると思いますので、見てみてください。それでは、また明日。